まあ、目指してやってきたこういうようなキャリアになっていますということでございます。ちょっと飛ばさせていただきます。個々人が持っているスキルをリターンさせる、この流れを作ることでさまざまな体験を生み出しながら多くの企業や個人の方にこういった働き方や人材活用があるんだということを知っていただくということ。鳥取県は今地方副業で全国トップを走っています。昨年11月には地方副業の募集企業数応募者数で全国1位になっていると。現在この国は、まあ、人口減少もそうですが労働人口もどんどんと減っている最中にあります。また一方でデジタル化も含めて企業が抱える経営課題というものは日々非常に高度化している流れにあります。つまりこの企業が抱える高度化された課題というものを解決することができるような高度なスキルを持つ人材というものを確保していくことが非常に重要になるわけです。一方でその確保というのはなかなか簡単なことではないというのも事実であります。こういった中でこのスキルや経験を持つ人材を柔軟に活用できる仕組みを作るということが世の中に対して高い価値を提供できるのではないかというふうに考えております。この機会にさらに多くの企業にこの取り組みを知っていただいてご活用いただきたいというふうに考えています。この取り組みはまあよそではなかなかできていない鳥取モデルと言われるものだと思いますので、これをさらに鳥取県で高めて全国に広げて、まあ鳥取県を副業の聖地というふうに育てていきたいと思っています。